中英景ももう引退したのか、早いな。まあ製造からかなりの年が経ってるしね。でもそんなに重英景のこと知らないような。まあそもそも動画作ってるループ主が重慶未更新時代に生きてる人じゃないしね。ということで今回は重慶引退記念と、名列車で移行シリーズパート50回記念に、大阪メトロで大活躍した名車、大阪市交通局重慶について解説していくのぜ。名列車解説。重慶の起源は、谷町線での急行運転に備えた試験車からで、初代に重慶4両が全電動車方式で製造されたぜ。谷町線及び中央線において各種試験が実施されて好成績を収めたが、従来を上回る高速運転主体の急行運転計画は、局内でも発言力の大きな土木、保線部門の反対で取り下げられ、当初計画されていた最高速度100キロでの、高速走行時運転も取りやめとなり、目的のない状態で取り残されることとなったぜ。しかし、当時最新の改正制動機能付き電気シサイリスタ、直波制御機を搭載するこの系列は、速度の加減速制御、抵抗器による放熱に依存する今までの抵抗制御車と比較して、走行時の放熱量が格段に少なく、当時増結に次ぐ増結と高密度運転の実施、そして近隣地域での過剰な地下水汲み上げが原因となる、トンネル内の温度上昇が深刻な問題となりつつあった、御堂筋線でトンネル温度上昇抑止手段として注目を集めたぜ。このため、中間車4両を新造して8両編成への再編を行い、車番を重慶へ改版。それにこれまでの試験結果を反映した紹介料を実施の上、御堂筋線への転用が決定され、1974年6月7日付で御堂筋線移設手続きが取られたぜ。もっとも、直波制御車にはスイッチング素子である、サイリスタから漏洩する高調波ノイズによる、軌道回路への干渉による誘導障害など特有の問題があり、実用化までにはその後もしばらく走行試験を繰り返して、各装置の安全性能を試す必要があったのぜ。それにより営業運転開始は1976年2月までずれ込み、重慶1編成は暫定的に御堂筋線内限定運用とされ、主に中津から天王寺間で営業運転が開始されたぜ。また、走行時の放熱が少ないことから日本の地下鉄事業者、第3機乗式車両では初となる車両冷房の搭載も行われたぜ。その後、御堂筋線の輸送力増強及び新線改良に伴う車両の年出を名目とし、1979年より冷房装置を搭載した、量産車が製造され、北大阪急行への直通運転が始まるのぜ。そして1989年までに9両編成26本、合計234両が出揃い、旧型の30系に代わり御堂筋線の主力車となったのぜ。この車両は30系のレイアウトを踏襲する、アルミ合金製18無9両開き4ドア車体を備えているのぜ。ただし、工作の管理下による生産性の向上を重視して両肩が垂直に立ち切られる、単一Rの屋根断面を採用した。30系電気車と異なり、アルミ材の押し出し技術の進歩によって大型押し出し型材の使用が可能となったため、屋根の両肩の部分で R を段階的に変更する、すっきりした屋根形状となったのぜ。前面については通り抜けの必要がないことと、運転台の居住性の改善の見地から前面のブア位置を左の車掌台側に寄せる、左右非対称配置とされたが、境筋専用60系のデザインラインが取り入れられて、いわゆる額縁デザインというものになったぜ。このデザインは、初代に重慶では窓下部に縞模様の加工を施したアルミ板を調布し、前照灯2基を中央上部に並べて埋め込み、さらに中央に垂直にパイプ状の装飾を取り付けたデザインとなっていたが、第2編成以降の増備車からは前照灯を左右両端に振り分け、標識灯と並べ、左右の前面窓を上方に大型化し、円飾りギリギリまで拡大し、前照灯及び標識灯を方向幕の上部の、ブラックパネル化した部分に埋め込む、という、同時期の国鉄201系電車をパク、リスペクトしたデザインに改良されてるぜ。なお、重慶は大掛かりな冷却機構を必要とする直波制御機を搭載するため、本系列の台車の中心間隔は、分岐器の許容する最大値である12400mm であり、30系よりも 900mm 拡幅されていて、このため客用ブアーの開口部を台枠の枕張りと重ならないよう、逃がして設計することで、強度と軽量化のバランスをとっていた30系に比べ、強度確保のためにやや車体重量が増大していることが見てわかるぜ。また、車内については、初代に重慶は30系の FRP 製座席を踏襲したが、量産車では自動車用に開発された、軽量座席詰め物を使用する一般型の座席に変更され、初代に重慶も第1編成への組み替え時に変更されているほか、車両間の風の通り抜けによる保温効果や冷房効果の低下を防ぐべく、各車のつま面に、自動締め装置付き妻式戸が設けられているぜ。本系列は低発熱の直波制御車であるため、従来の抵抗制御車では発熱による、トンネル内温度上昇抑止の観点から局内で長らくタブーとされてきたのぜ。しかし、車両冷房を実施しても特に問題とはならない、という形で見なされたのぜ。それゆえ初代二重系の設計段階より、将来の冷房化を念頭に置き、屋根上両端の白っ子ファンと、車内天井に設けられたラインフローファンを組み合わせた強制通風方式を採用していたが、冷房化が社会的に強く要請され始めた1977年に、来るべき量産車用のデータ収集を目的として、
8501F2 電気メーカー2社の手による試作冷房装置を搭載し、評価試験を実施したところ、良好な成績が得られたため、以後本系列の量産にあたってはその成果を反映して、厚さ 405mm 超薄型の三菱電機製 CU74-74A、あるいは東芝製 RPU6001、6001A が標準搭載されるようになり、非冷房の第一編成も1979年の量産車収益開始に合わせ、冷房搭載工事が施工されたぜ。その後、本形式の冷房装置は増備のたびに細かな改良が加えられ、さらに1986年に新造された第17編成以降、そしてそれ以前の編成に増結車として組み込まれた1900型では、300ミリと約 74% にまで厚さを縮小した新型冷房、三菱電機 CU74C、74C1 および東芝 RPU4410 が搭載され、これに伴い、車内見つけも二重系と同様に冷房機搭載部分の、冷風吹き出し口を普通のスリット構造にして改善してるぜ。本系列の電動車は主制御機を搭載される M1 と、電動発電機や空気圧縮機といった補機を搭載される M2 でペアを組み、制御機1機で2両分8機の主電動機を制御する 1C8M 方式が採用されているぜ。重系の主電動機は東芝製 SE617A 極流直管電動機なので、制御装置は前述の通り、空冷式フロント沸騰冷却式、電気式直下制御を採用していて、試作車は日立製の CHMR121、三菱 CFM138-7.5RH で、量産車は CHMR121 に加えて三菱の新型チョッパ、GHB2L5、といった形でチョッパ制御装置が搭載されていたのぜ。ブレーキは回生ブレーキ併用電気指令式ブレーキだぜ。そして1970、80年代の大阪メトロで最新の重型でも、20年経過して車両更新を行ったのぜ。1998年から2003年にかけて、内外装材や各種機器の更新工事が5編成から18編成を対象に実施されたぜ。翌年からは中央線における二重系、24系のワンマン改造、及び高速化改造を行っていた関係で、19編成以降の更新工事は中断していたぜ。2006年の23編成から更新工事が再開されたが、その車両からは IGBT インバータ制御への更新を行い、また、それ以前に更新工事が実施され、あと27、18編成を IGBT 素子 VVVF インバータ制御へ追加更新を行ったのぜ。最終的には17から26編成の合計10編成が、IGBT 素子 VVVF インバータ化されたぜ。IGBT 素子 VVVF インバータ制御に更新された車両は系列名が変更され 10AK とされ、車両形式の末尾に A がつくが、車両番号の変更はないのぜ。未更新であった第4編成は2011年に捕食者の食料となり、その時点を持ち残存する全編成が更新工事施工車となったのぜ。主な更新内容としては、前面塗装では、アルミ合金露出部を黒色塗装化して、側面塗装は側面帯をシラの補助ライン入りに変更し、客用ドア間のみへの調布から客用ドア部を含めた連続調布に変更。さらに今までなかった側面のマッチ式雪先表示器の設置、引き上によって前面のシンボルマークを変更したのぜ。電気式直下制御は正面運転席窓上側に ACCC10SERISCAR を、 IGBT インバータ制御車の場合はその部分に VVVF10SERISCAR リバースシンボルマークを調布し、さらに IGBT の場合は電気式直下車と違い正面白帯下側の細い白線を2本追加したのぜ。車内においては座席のモケットを交換し、さらに従来の床クロスと化粧板の色を張り替え、3色 LED 式の車内案内装置を増設、ドア開閉チャイムの設置、車椅子スペース、握り棒、釣り革の増設などを行ったぜ。そして2015年からは各車両の前照灯を LED 化したのぜ。そして2011年12月からは御堂筋専用3万系の導入による更新車の粉砕が始まり、重型は 1107F を皮切りに 1105F、1108F、1106F。という形で順番に捕食者の食料となっていったぜ。また、2019年度からは 10AK も捕食者の食料が進められており、2年で7編成が一気に粉砕。残る 1125F と 1126F のうちの片方、1125F も2022年5月に捕食者の食料となり、残った 1126F はラストランジに、引退記念ヘッドマークをつけ、走行したのぜ。そして最後まで残った 1126F も新型3万系により粉砕、全編成が運用を離脱したのぜ。また更新作業とかやっても結局最終的に粉砕が進んでしまうのね。最近また大阪メトロでは新型車両も出てくる予定だし、重型のことを忘れず新しい大阪メトロを見ていきたいね。これからもこうやって古い車両にも目を向けていけたらいい感じだと思うよ。たまにはこういった車両について調べてみるのもいいのぜ。ということで、ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価、コメントなどしてくれたら嬉しいぜ。それじゃあ次回の動画もゆっくりしていってね。じゃねー。